大和伝統野菜、宿大根宿大根は、油中の根菜で、奈良県在来の大根の品種である。正月の雑煮の具に用いられ、伝統野菜の一つとして、奈良県により、大和野菜に認定されている。奈良県で正月の雑煮用として、古くから作り継がれてきた大根で、40日大根から、系統選抜された品種と考えられている。奈良市奈良坂町では、 大正時代の終わりに栽培が始まったとされる。1991年5月、奈良県のオリン部の伝統野菜産地、育成検討会で、大和マナと共に、宿題根の取り組みが始まった。この取り組みは一旦立ち消えになったが、2005年10月5日、古くから奈良で作られてきた、大和の伝統野菜として、奈良県により、大和野菜に選定された。奈良県内では、 雑煮大根と呼ばれていたが、大和野菜認定を機に縁起の良い宿大根と名付けられた。雑煮大根として直売所に並ぶ、宿大根ならし、宇だし、高市郡あす村が産地である。一年を通して唯一の出荷時期である12月下旬に一斉に収穫する。年末の需要が高いことから、その時期には店頭に並ぶが、それ以外の時期にはほとんど見かけない。 透き通った白い肌と細く長くの形状、輪切りにした菜の切り口がまん丸で、家庭円満につながることから、奈良県では雑煮に欠かせない食材の一つである。西目にも用いられる。大和の雑煮は、宿大根、人参、里芋、角をそぎ落とした豆腐、そして焼いた丸餅を白味噌仕立てにする。 具材はすべて角がないように輪切りや丸のまま加えられるので輪切りにするとちょうどいい大きさの雑煮用大根として重宝される。雑煮は餅をワから取り出し別皿のきなこ砂糖にまぶす食べ方も知られている。炒め物にすると葉の部分まで美味しく食べることができる。ありがとうございます。